動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ケモケモくれくれ、獣フレンズ、獣フレンズ3実況をやっていきたいと思います。ね。毎回、注意書きの後の、長い労働、ちょっと長めの労働時間の、あそこさ、なんかもったいない感じがするよね。あそこでチャンネル登録よろしくお願いしますって言った方がいいのかな？あ、ドールさん。ドールさん、まだ着替えさせてなかったね。ごめんね、もう寒い季節なのに。あ、飛ばしちゃった。 そういや、本日、11月の19日です。で、明日になったら、コスメちゃんの、あれ、体力測定が終わりますので、そちらをやっていきたいと思います。で、なんだっけ、あと、なんか今日、ちょっと、あったかいような、19日あったかいんですよね。あんまり、秋っていう感じがしないような。正体の方はどうかな。何かできるようなものがあればいいんですけど。ハシビロコウ。いや、ハシビロコウさんはもういるからな。そうだよ、前回さ、前回ね、この、あ、コスメちゃんやるか。前回、スナネコが当たった時に、やった、スナネコだーっつって、すげえ喜んだんですよ。で、それが、自分はもう最初にスナネコを持っていて、来たやつが、今、獣フレンズで同じキャラクターの上位互換が、出てたりしますよね。このコツメちゃんもそうなんですけど、笑顔をお届け、コツメカワウソ確定ってね、書いてあるんですけども。これノーマルのコツメカワウソからちょっと大幅の、能力アップ。星4からのスタート。スタートの、コスメカワウソなんですけども、前に当てた、スナネコが、それだと思い込んでいて、当たった時にすごい喜んだんですけど、後々、メンバー見てみたら、実は、普通のノーマルのスナネコだったっていう、この複雑な 複雑な感じ。まあでも、上位互換のフレンズは、あれですよね。だいたい星3冠2のキャラクターが星4で実装されるっていう、そんな感じですよね。さて、じゃあやっていきましょうか、コツメちゃん。130で10回回します。さあ、来るか。あー、誰も見てくれない。 はい。おお、良い声お届け。ね。トナカイがね、このクリスマスプレゼントを運んでおります。さあ、どこへ行くのか。はい。まずは黒サイのところへですね、プレゼントを運びましたね。で、続いては、飼育員更衣室に入っていって、これ、飼育員さんにも、このクリスマスプレゼントを配るっていうことですね。配ったっていうことで、次は、オオアルマジロにね、配りに行って、その次はですね、ジャキーンと、シロサイに配りに行ったんですけども、ちょっと不審者と間違われて、こうやって槍を向けられてしまったっていうね。それで、まあ、その後、オジロヌーのところに行って、オジロヌーのところに、配りました。で、次はですね、南コアリクイ。
で、その次がですね、ちょっとね、ペースをちょっと急いでしまった、急ぎ気味だったので、この飛び出し注意の看板をね、見て、はっと気がついて、あ、これはちょっと、スピードを落とさなきゃなって、安全運転で行かないといけないなっていうことを、そこを思い出してですね。で、この、なんだっけ、アイアイと、禁止光と、カメレオンですね。3人がですね、演舞の最中なんですけども、そこにも配りに行ったっていうね。それで、スタッフパスか。スタッフパスね。ああ、そうそう。ちょっとスタッフパスが必要なところがあって、それをちょっと、トナカイ、ね、取りに行ったっていうわけですよ。で、終わっちゃったな終わっちゃったなこのリザルの、この結果なんですけども、トナカイがですね、クリスマス、ちょっと早めのクリスマスっていう、早いですけど、ちょっとクリスマスのためにですね、クリスマスプレゼントを、配りに行ったわけですよ。まずは、黒サイのところに配りに行って。で、その次にですね、飼育員さんの方に配りに行ったんですけど、飼育員のナナさんに配りに行ったんですけど、ナナさんちょっと留守だったので、この、更衣室の方に、プレゼントをそっとね、置いといて。で、次はですね、オーアルマジロのところに行きまして、オーアルマジロに、プレゼントを、渡したわけです。そして、その次に、白サイに、プレゼントを渡しに行ったわけなんですけども、ちょっとね、不穏な影と間違えられて、この槍をジャキンって向けられてしまったんですよ。ね、槍をジャキンって向けられてしまったんですけども、それ、白サイが、勘違いだっていうことで、許してくれて、それで、プレゼントを渡したわけですよね。で、次に、オジロヌーのところに行きまして、オジロヌーにプレゼント。で、南コアリクイーンのところに行って、南コアリクイーンにプレゼント。で、ちょっとペースを上げるために、スピードを出していたら、この飛び出し注意の看板が目に入って、ああ、これはいけないということで。法定速度を守ってですね、今度はですね、禁止光とアイアイと、カメレオンのところに行きまして、そしたら演舞の最中だったんですけども、演舞の最中でもプレゼントをあげるよっていうことで、プレゼントをあげました。そして最後のスタッフパスはもうわかりません。スタッフパスはもう無理です。スタッフ、多分未来さん、未来さんに渡したわけですよ。で、そしたら未来さんはね、このスタッフパスの入れのところに、ありがとうっていうことで、ありがとうじゃない、未来さんがいなかったっていうことで、このスタッフパスの入れ物のところに、プレゼントをね、そっと忍ばせておいて。これで、もうクリスマスの準備はもう万端なわけですよね。どうですか？どうですか、お客さん。ね。じゃあやろうぜ。ちょうど授業が終わったところなんです。はい。出てこない。じゃあやっていきましょうかね。スナネコにして。で、次はこちらをお願いします。前回コツメカワウソの、体力測定を始めるにあたって、マイルカも一緒に、マイルカと一緒だったんですけど、どうも、やってきたコツメちゃんは、なんかしょんぼりしていってます。しょんぼりしていたみたいで、一体どうしたのかなっていうところ。でも、この体力測定の時には、ちょっと元気いっぱいな姿を、見せてはいたんですけどもっていうところかな。はい、じゃあやっていきましょう。ヒトコブラクダ。ゴール。ああ、楽しかった。私もゴール。コツメカワウソ、早い。へへ、なんだかこの頃、調子がいいんだね。調子がいいんだよね。調子いいのか。じゃあ、しょんぼりは何だったんだろうな。確かに。アミメキリンの時に走ってたのを見たけど、それよりすごく速くなってる。
アミメキリンの時にもいたのか。こんなことってあるのかな。調子がいいで片付けられない、片付けられないような気が。そうかそうか、思い出した。確か南小割区と山場くんの時も誰かに出会ってなんか能力が向上した、身体能力が上がったっていう回がありましたね、体力測定で。ということは、琴音ちゃんもしょんぼりしていたわけではなくて、多分その影響を受けてこの身体が上がっているっていうことなのでしょうかね。あ、もしかして。ねえ、コツメカワウソ、ちょっと聞きたいんだけどさ。最近、不思議な子に会わなかった？不思議な子？私もよくわかってないんだけど、あんまり見たことがない子とか。うん、あったよ。すぐどっか行っちゃったけどね。やっぱり、マレーバクたちと同じだ。あ、やっぱりそうでしたか。もしかして、さっき体調悪かったのは、その不思議なこと、不思議な子に出会ったからじゃ。神神。ううん、違うよ。違うのかい。あのね、この前よく遊んでいた水場が、セルリアンにめちゃくちゃにされちゃったの。で、セルリアン許せねえな。セルリアンはパッカーンしてきたんだ、セルリアンはパッカーンってしたんだけどね。そこで遊べなくなっちゃってね。あ、ちゃんとあれか。お仕置きはしてきたんだね。さすが、コスメカワウソ。ね。ちょっと悲しそうな顔をしてるけどね。やっぱり水場が、お気に入りの場所がなくなったわけではないけど。いろんな遊びをやりたいのにって思ってたの。じゃあ、体調は本当になんともないの？もちろん。でも、水遊びがしたいよ。いろいろ試してみたい遊びもあるのに、遊びの天才。じゃあさ、ここでしちゃおうよ。水場がないじゃん。あのね、さっきぐるーって見てた時にね、見つけたんだ。プールって言うんだよね。あー、プールあんのか、ここ。え、水遊びができる場所があるの？水遊びするところじゃなくて、水中のデータを測る場所なんだけどね。まあでも、コツメカワウソとかマイルカにとっては同じようなもんじゃないですかね。わあ、行きたい行きたい。私、泳ぐのも得意だよ。私も泳ぎたい。そうだね。水中のデータも取って おきたいかな。まあそうですよね。水辺の生物ですからね。陸上ばっかりさせても、その本領は発揮できないっていうね。それじゃあ、次はプールに行ってみよっか。喜んでるね、二人とも。これも出会いだね。さあ、というわけでですね、コツメカワウソの水辺をボコボコにしたセルリアンをパッカーンしていきましょう。俺らじゃないって。これにだけ？わかった。だが、プールに行く際、準備運動としては十分じゃないのかな。準備運動的にセルリアンたちをパッカーンする。さあ、思いっきりぶん殴ってやってくださいってね。せっかくのコツメカワウソのお気に入りの、水場をね、めちゃくちゃにしたんだからね。こいつか。めちゃくちゃにしたのはお前か。船猫パーティー入れてないかと思ったらパーティー入れたわ。力を合わせよ。一撃で終わると思った？そうだね、一撃で終わると思わせてないよね。みんなで掴んだ勝利だ。はい、勝ちました。よろしくお願いします。ですこちらこそつってね。さあ、バトル2やっていきましょう。まだフォロワーの整理をしてないからね。フォローの整理をしてないからね。フォローできないんだ。ごめんね。最高の私に挑むとは、いい度胸だね。さあ、ダブルヒグマですよ。なんと恐ろしい。ダブルヒグマがセルリアンを今、パッカーンする。今、逃がすわ。この、
見てください、この破壊力。小瓶集め、あとは、うちのヒグマはね、あと小瓶集めだけなんだよね。うちのっていうかね、小瓶集めがほんときつい。あれ、ああ、そっか。獲得量アップのやつが出てないからな。もうね、ヒグマにとっては楽勝なんだよ。もう3ターン行ってたかと思ってた。ウェーブ3行ってたかと思ってたんだけど、まだウェーブ2のところだったね。最強フルスイング。そうだろう、そうだろう。お、これはいいぞ。これはちょっと、気持ちいいものが見れるぞ。さあ、ヒグマさん、やってくださいよ。あー気持ちいい、この一層感が気持ちいいね。しかもこの両脇のヒグマの勝利のポーズが、決まってましたね。素晴らしい、ありがとう、ありがとう、ゲストヒグマよ、あなたのおかげでいいものが見れましたぜ。さあ、今回のゲストは、タコブラック。腕が鳴るなるホーリー、そんな言葉あったっけ。わかった、了解。さあ、合わせて。そうそう、油断してるとね、油断してると逆にパッカーンされちゃったりするかもしれないですからね、気をつけていきましょう。お、獣ミラクルが放てるぞ。どうしよう、久々に獣ミラクル見とこうかな。で、スナネコ、じゃあ、双子ブラック。ババ。双子ブラック。ああいう大胆な動きをしてる、してたんだけども、結果当ててるのは一撃だけって。違うよ、空気で切り裂いてんだよ、空気を切り裂いてんだよ。かまいたち的なものを飛ばして、一撃二撃与えて、で最後のフェニッシュが直接攻撃っていうことにしとこ。はい、勝ちました。そうですよ、水分補給は大事ですからね、本当に。あとちょっと塩が入ってたね、塩分があったりね。さあ、クリアいたしました。ですね、不思議な子にあった、コツメちゃんはですね、いつもよりね、身体能力上がっていて、でまあしょんぼりしてた理由がですね、セルリアンにね、お気に入りの水場を、めちゃくちゃにされたっていうね。まあそのセルリアンはちゃんとね、パッカーンしてあげたんですけど、ね。やっぱり、陸上で、マイルカと一緒に走ってるのも楽しいけど、やっぱり水辺で遊びたいっていうね。そんな思いに対して、このマイルカが、プールを見つけたので、じゃあプールでやろうって言って、そしたらね、ナナさんも、じゃあ、プールでの、身体測定もちゃんと、やっておこうかっていうことで、なんとかですね、コツメカワウソはこの水遊びができるように、なりましてですね。それがまた、次の、第3話に繋がっていくわけです。まあ、水遊びっていうわけでもないけどね、
まあ遊びでいっか。もうあの子は遊びだよ。あの子はもうすべてを遊びにするんだ。それではですね、第3話は次回となっております。それでは今回はこの辺で、バイバイ。